新庄監督、ソフトバンク投手を絶賛、すごいっすね、あの根性は。ファイターズは苦手としているソフトバンク先発のスチュワートから効果的に得点を奪った。スチュワートには3敗目をつけたが、新庄監督は相手右腕について。すごいっすね、あの根性は。絶賛の場面は4回、一死一塁で清宮の打球がスチュワートの左ふくらはぎ付近を直撃。打球の勢いもなくなり、真下に転がった。すぐにボールを拾ってアウトにし、治療を経て続投。6回、104球を投げた。新庄監督は、後で映像を見返して清宮くんの打球骨じゃないでしょ。筋肉に当たって、その場に落ちて、これは投げられないだろうなと思ったけど。自軍の選手へ、ああいうところを見習ってほしいと語っていた。これにネット上では、ビッグボスの人柄、人間性の高さを表してるのはこういうところだよね。敵チームであっても敬意を払い、相手のプレーを褒めたたえる、これぞスポーツマンシップの精神だなと思う。清宮くんは、苦手にしていたスチュワートさん相手に1、3打席目は面白い戦いだったと思うし、3打席目はファールだけど、どんだけ飛ぶんだの打球だったし、小久保監督も清宮くんの4打席目は投手交代で抑えに行ったし、今勢いを止めたい打者になったのは嬉しいね。ハムの先発陣で近藤に真っ向勝負できるのは北山くらいですよ。故障中に首が太くなり、また一段と体が大きくなったように見えますね。